ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャアンチャーデッド新アンチャーデッド古代神の秘宝でございます。さあ、というわけでね、前回戦闘が始まったところで終了してしまったので、そこから先ですね、やっていきたいと思っております。そこか、ロケットランチャー撃ってる盛大な子いるね。大丈夫かな。目測できるならやっときたいかな。さて、すっ転んでくれればね、いいんですけど、まあ寄ってきてるとはいえ、間違えた、寄ってきてるとはいえ、その分押しのけりゃいいだけなので。お、ちょっと待てよ、左側からも来てるか。よいしょ、おい、あっと、あれは柱として使えない、あ、使えたわ、おい、そこ、ほら、あの扉から行こう。あそこに向かえっていうことね。まあまだ周期はあるでしょう。待って待って待って、大丈夫なの。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、とりあえず安置ください。近い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 、あ、待って待って待って、そこはまずい、わかるわかるわかる、あー、どっから地形崩れたの邪魔くさかったな。そう、なので、とりあえず、ずいぶん大っぴら射撃な気はしますが、新しい武器何かしら拾わないとダメです。あー、またか。なんでちょっと銃だけもらって、さーて、よいしょ、で、黙らせられるやつは黙らせて、あっと、よいしょ、で、なおかつ、よし、待って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 、ダメ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 、あ、待って待って待って、ダメ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 、あぶね、ちょっと待って、おお、マジか、おお、あぶね、ふう、今のは死んだかと思ったぜ。で、クリボスク XX、おい、どっからだ、奥が、あ、いた、よいしょ、とりあえずあそこにいる以上は待ちますか。えい、あっと、ショットガンじゃなかったわ。おー、ナイスです。えい、よいしょ、で、あそこの子はダウンしただか落ちたはずなので、うるせえ、そこ、扉はそこだよ。で、ショットガンの弾をゲットして、いた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 い、どっちから、おお、柱ごとなくなります。あーっと、大丈夫か、よいしょ、おお、落ちてもおかしくなかったね、よいしょ、まあどちらかといったら狙いやすさでいったらハンドガンですか。はい、で、できればひょっこりひょうたん島してくれますと。で、はいはい、オッケー、あとあの一体じゃない。さあ、おっと、おーおー、
イベントでした。そうなのよ、イベントかイベントじゃないか途中までね、アンチャーデッドはね判断がつかなすぎなんだよね。あら、おやおや、ずいぶん派手に落ちたな。心配したぞ。来い、感動の再会だ。説得したが口を割ろうとしなくてね。ああサム、ひどい。いや遅かったな。サム平気だって、女みたいなパンチだし、それ本当？私が本物の女のパンチ食らわせてやろうか。なんでこいつがここにいんだ。助っ人呼べって言ったから。そうだけど、それにしても貴様らにはしてやられたよ。私から円盤を盗み、専門家を使って無駄足を踏ませるとはな。まあ言ったよ、インド人を親に持つだけあるな。おお、ご丁寧にエレベーター付きとは。さて、フィナーレと行くか。自分で歩けるって。おう、ナディーン、どうすんね。黙ってて。おい、ご挨拶だな。黙ってて。 あんた臭いね。ああ、これは失礼。ここのとこシャワーと石鹸とはご無沙汰なんでね。ったく、よりにもよってこいつを連れてくるとはな。何度も命を救ってくれた。忘れたのか。こいつは姉さんと俺を何度も何度も殺そうとしたんだぜ。あんたたちだって彼女を殺そうとしたでしょ。でもよ、問題そこじゃねえだろ。絶対背中向けた瞬間、一思いにグザーだね。全部聞こえてるよ。あ、そう。彼女は平気よ。そう、もういい。苦労してきたってのに手ぶらで帰らなきゃならねえこの気持ち、わかるか。あんただったらよくわかるよな。ねえ、ちょっと落とせ落とせ。ご丁寧にどうも。手錠してるから溺れるだろ。いい加減にしたら。手加減はしたよ。放課後校庭に来い。ああ、ね、あの池だったらねえ。ほう、まあ言っていいの。ほう、やな予感。王からの最後の試練ってとこか。私たちは必要なさそうだし、それじゃあそろそろ。まあまあ待て、昔話をしよう。かつてシヴァがパラシュラーマに斧を授け、その斧がガネーシャを襲い、シヴァの息子であり偉大な神であるガネーシャはひざまずき、戦いの犠牲者となった。やめな。マジで黒へ殺されるだけだって。その通りだが、断れば仲間が死ぬ、苦しみもらいながらな。分かった。クロエ、やめろ。何このカメラ。じゃあやってみる。どういうこと。え、でこれを動かすの。
ああ、まずはなんかそのパズルの材料集めか。何もなさそう。え？時間稼ぎのつもりか？なんもないじゃん。あ、これ？こっち側からか。クロエ、こいつの思い通りにさせるな。黙れ。はあ。この周りの。違うな。え？どうなってんだ？ここだよ。ああ、これか。で、私を試しているのか？俺が試されてんだよ。で、だこうして、あれ、いつの間にかめちゃくちゃ外周回ってんな。で、ずいぶん寄っては来てはいる気がするのだが、待って、おお、盛大に回るじゃない。だから本当はこうしたいんだけど、そうよね。あ、惜しいんじゃない？惜しくないな。あ、でも斧はここでいいから、こうなってあー、エゴと回ります。いや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 、だからこうして、惜しい。こう。ちょっと待って、降伏してる。落ちてくるよ。黙れ。ガネーシャ、随分な障害用意してくれたじゃない。え？ちょっと待てよ。これをこれでもない、これ。何してる？いいから見てて。クロエ、自信あるの？いいえ。え？カネーシャ、え？ずいぶんな障害用意してくれたじゃない。だってさ、あくまで腕だべ。で、今あいつが斧構えたでしょ。もっと下がある？待って、これが降伏か。降伏した。大丈夫？ええ、びっくりしたけど。マジかよ、さすがネイトの元カノ。あ、どういうことだ？俺の弟、
そっちじゃないよ。あなたのお勉強が足りなかったのよ。ガネーシャは自ら斧に撃たれたの。あえてね。理解できんな。そりゃ自己中には分かんないわよね。つまりガネーシャはパラシュラーマに勝てたのよ。楽勝でね。でも勝てばシヴァの手によって作られた斧は弱いってことになる。己を犠牲にして父の名誉を守った。ねえ聞いた？ナディンですらちゃんと理解してるのよ。ああ、ほう。ついに、実に美しい。今度はだんまりか。その木はあんたにぶっ刺してやりたい。貴様らをこの手で殺してやりたいが、この場を怪我して神の怒りに触れるわけにはいかないからな。じゃああいつら何してんだ。まさか部屋を沈める気。お別れだな。ねえちょっと、そこまでする必要ある？破壊を恐れることはない。浄化され生まれ変わるんだ。一思いに撃ち殺したら。だな。溺れながらこれまでの自分の決断を思い返してみることだな。そうすれば来世はマシな人生になる。おい、マジかよ。俺やり残してること死ぬほどあるんだけど。私もだよ。あんたをもう一回ぶちのめしたかったのに。っていうか、そもそもなんでお前と一緒に溺れ死ななきゃなんねんだよ。ちょっといい加減にしてくれない？考え事してんだから。ほう。ねえどうしたの？私って準備いいのよね。やるな。なるほど。この時のためにこれがあったと思うと超面白いな。待てよ。場所変わった。で次、あああったの？物理。いや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 、間に合うのか、間に合うのかこれは。なおかつ上から来てる岩をなんとなく避けといた方がいいと思ったけど当たりました。待って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 。こう来るじゃん。あ、普通に変なことしない方が良かったのね。タバコやめよ。さて、見られて一平気。あいつヘリなんてどこから。取引相手から。どういう意味？小耳に挟んだんだけどよ、古い列車の車庫で武器の取引するって。牙を売る気だ。文化守りたいんじゃなかったの？なあ、ちょっといいか。まあそのさっきはどうもな。プロの敬意だろ。だな。仲直り？いいや。だよな。急げば取引を邪魔できるんじゃない？はっ、あれ乗ってこ。どうやって奪ったの？奪った経緯をさ、ちょっと出してよ。気に入った。あそこ、列車の線路が。止めるわよ。
慎重に行った方が良さそうだね。アサーブの手下だらけだ。おいおいおい、それじゃ牙取られちまうぞ。一緒に来なくったっていい。俺はただ急がないと。もう分かったから。喧嘩やめて歩く。ずっとアサーブと一緒にいたってのに買い手の情報ゼロ。そうは言ってもよ、用心深いんだ。俺の前じゃ話さなくて。そりゃそうだ。でも俺はホイなんとかの専門家だって話は信じてたぞ。おいそれ、ね、それそれ専門家らしからぬだな。多分ね、遺跡の後に近代の建物見るとなんだかがっかり。あら、イギリスかポルトガルのだろ。1800年代だから近代じゃない。くそ、聞こえたか。ヘリの横旋回してる。ほう、生きてるってバレて、まずいことになる。間違いなくね。お、これはどういうこと。そうだよね、これ滝壺チャレンジダメでしょ。下岩だもんね。え、これでこっから、あ、ロープはあったぞ。しかしながらつかめない。下側に何か、まあまあお宝はあったけども、壺。別にこれを探すのが目的ではないのね。上か。で、ナディン。ちょっと慣れ慣れしく呼ばないで。そりゃすいませんね。あんたアサーブに雇われてんだっけ。どうやってあの拷問に耐えた。これはね、会議の話ばっか延々と聞かせ。オッケー、こっちよ。ごめんな、喋ってる最中に飛ばしてごめんな。俺はもう散々オッケー。ナタなんてないわよね。手伝って。わかった、連打でしょ。あれだよね、こういう流れでも QT 挟むのはうまいよね。サムのこと嫌いになりそう。さてで、よいしょ。わお、よいしょ。どこだ？あそこでいいのか？届きそうだね。よいしょ。おお。さあ、とりあえず。サムどこ？ああ、そうね。忘れてた。何とかするだろう。お？お宝は？あったが、え、壺。ねえ、サムを殺さないでくれてありがとう。役に立つかもしれないし。いいじゃない。うん、ポジティブね。おとりにできるだろう。敵を引きつけたり、グレネードの的になったり、いろいろね。いやいや、素直じゃないですね。